ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、近所のカフェでバイトの求人を出していたからちょっと面接に行ってくるわ。だから、今夜は私へのご褒美に特上寿司の出前を取ってちょうだい。どうしてバイトの面接に行ったくらいで、霊夢に特上の寿司を食べさせなくちゃならないんだ。っていうか、あのカフェはこの前、新人のバイトが採用されたばっかりじゃないか？それが、店の備品を持って帰ったり売上表を SNS に公開したりして、速攻でクビになったらしいわよ。なるほど、オーナーも大変だな。霊夢は大丈夫だと思うが、もしも採用されたら会社に迷惑をかけるような人間にだけはなるなよ。軽はずみな行動でバイト先に迷惑をかけた挙句、全世界に向けて恥をさらした人たちもいるからな。というわけで今回は、ヤバすぎるバイトテロについてじっくり解説する。それでは、ゆっくりしていってね。まず一人目は、バイト先のケンタッキーフライドチキンにて、ゴキブリを油で揚げたと SNS に書き込んで、有名私立大学の付属高校を自主退学せざるを得なくなった高校生だ。出だしからとんでもないの来たな。確かにゴキブリは見つけたら駆除しちゃうけど、油で揚げるなんて、そんなことしなくてもいいんじゃないかしら。結論から言うと、ゴキブリを油で揚げたというのは嘘だそうだ。は？時は2007年12月。当時18歳の男子高校生が当時流行していたミクシーという SNS を開設し、自分の顔や住んでいる県都市、通っていた幼稚園からその時通っていた高校などを書き込んでいたんだ。ちょっと個人情報を書き込みすぎのような気もするけど、学生には多いわよね。もっと書く人だと、現在在籍しているクラスや学籍番号を載せる人もいるくらいだからな。で、この男子高校生は騒動のおよそ2ヶ月ほど前まで、ケンタッキーでバイトしていたのだが、自身のミクシーに、バイトをしていた時、ゴキブリに衣をつけてあげたことがある。などと、とんでもないことを書き込んだんだぜ。と、どうしていきなりこんなことをカミングアウトしたの？やめた後だけど、懺悔だったとか。いや、実は、男子高校生がこのことをミクシーに書き込む5ヶ月ほど前、牛丼チェーン店の吉野家にて、アルバイトの男性が丼から溢れるほど、豚丼の具を、ふざけて盛り付ける様子をネットに投稿して炎上に発展したんだ。男子高校生はこの件について、面白すぎでしょ、バイトしてればそんなことやっちゃうよねー。ケンタッキーでゴキブリあげてたムービー撮ればよかった、と便乗するような内容を書き込んだというわけだ。吉野家の件は、食べ物を無駄にしているようにしか見えないのに、それのどこが面白いのよ。食べ物を粗末にするような奴は、男でも女でもモテないんだからね。同感だな。さらに、男子高校生は2ヶ月前にも。てかね、ゴキブリって油で揚げても割と生きてるんだよ。油から出してもまだ動いたりするし、衣をつけて圧力をかけてあげたら、やっと動かなくなった、実験協力、ケンタッキー、と書き込んでいたことが発覚し、一気にユーザーたちから批判されることとなったんだ。最低。この書き込みからすると、バイト中にゴキブリにそういうことをしていたと捉えられるんじゃない？その油でフライドチキンを揚げているんだから、不衛生極まりないわ。みんなの愛するフライドチキンに対する不義理は絶対に許されない。一部のネット民は男子高校生が投稿した記事のコメント欄に、なんでミクシーにこういうことを書いちゃうのかな。お前みたいなのを雇っているチェーン店にはいけない、謝った方がいい、といった内容を書き込んだ。でも、男子高校生は、謝る？ば、じゃねえのと煽るような返信をしてきたらしく、ネット民が別の SNS に男子高校生のことを暴露し、炎上に繋がったんだぜ。男子高校生、いきり散らかしちゃったのね。2007年といえば、今ほどではないけれどネットはかなり普及していたし、しかも、自分の顔までアップしていたんでしょ？そうだ。さすがに男子高校生も相次ぐ批判が怖くなったのか、ミクシーを退会した。しかし、時すでに遅しでネット民は男子高校生が通う高校やケンタッキーにも通報しており、最後、男子高校生は父親と共に高校を訪れ、社会的責任を取りたいと申し出て、自主退学することとなったんだよ。どう見ても自業自得にしか思えないわ。だって、そもそも通っている高校を書かなければバレなかったことだし、結果的にケンタッキーにも、無関係の高校にも大迷惑をかけているじゃない。そこが、この男子高校生の浅はかなところだな。メディアは高校にも取材に行ったのだが、処分を検討していた矢先の自主退学だったのかとの質問に関しては、ノーコメントとさせてくださいと、回答していたので、本当は自主退学を促したのかもしれない。ちなみに、
この高校では原則として生徒のアルバイトが禁止だったそうだ。有名私立大学の付属高校だし、18歳ってことは高校3年生だから、他の生徒の受験とか進路のことを考えて、早めに手を打ったのかしら。そうかもしれないな。そして、一番の被害者であるケンタッキー側は、ゴキブリの件は事実無根であり、男子高校生は友達同士の会話のように、冗談で書いてしまったそうです。我々としては向こうも冗談だということですし、これ以上、ことを荒立てる気はないです。と発表していたぞ。ケンタッキー、寛大ね。書き込んだ相手が、未成年の高校生だったということが大きいと思うけどな。高校の校長はケンタッキーまで足を運んで、謝罪しに行ったとのことだし、高校受験や大学受験を控えた12月に、こんな大迷惑をかけられて、忘れられない2007年の思い出になっただろう。最悪の思い出だけどね。騒動から17年が経つ2024年9月の時点でも、この男子高校生の名前も顔写真もすべてネットに残っている。彼は軽い気持ちで嘘の内容を書き込んだつもりだったのだろうが、それでもこれだけの迷惑をかけて、自分も大事なものを失っている。どんな内容でも、ネットで書き込む前には一度、本当に投稿していいことか確認すべきだな。続いては、芸能人たちが受けた被害についてまとめて紹介していこう。二人目は、桜井翔さんが宿泊したホテルの部屋を暴露した従業員だ。は、桜井翔さんって、あの桜井翔さん。人気グループ嵐の桜井翔さんだぜ。時は2011年、当時29歳だった桜井さんは北海道のホテルに滞在していた。ところがチェックアウト後、20代の従業員の女性が自分の SNS に、やばいやばい、うちのホテルに桜井翔くんが泊まったんだが、これからその部屋に行ってくる、と書き込み、桜井さんが使用したと思われるものをバンバン写真に撮ってアップしたんだぜ。何、裏山、じゃなかった。そんなことをしては絶対にダメなのよ。霊夢、心の声が漏れているぞ。従業員の SNS は瞬く間に大炎上し、アカウントを削除したのだが、過去に投稿していた内容から、彼女の個人情報がどんどん特定されていった。従業員はネットのみならず職場からも逃亡し、ホテル側は、書き込みをした従業員がいることは事実だが、本人と連絡が取れない、と発表していたぞ。ちゃんと謝ることもしないで雲隠れするなんて、自分のしたことに責任の取れない人なんでしょうね。だから、モラルのない書き込みも平気でできるんだろうけどな。この行き過ぎた行動には、桜井さんの所属事務所も、流出した写真を確認したところ、桜井ではなくマネージャーの部屋だとわかりました。と、驚くべき発表をしていたぞ。いや、マネージャーだったんかい。まあ、誰であれ使った部屋を不正に物色するなんてしてはいけないことだぞ。騒動を大きくしないために、あえてマネージャーの部屋ということにしたのかもしれないし、そのあたりの真相は不明だ。それでも、信用して泊まったホテルでこんな目にあって、桜井さんも本当に大変だったよな。アイドルに安息の地はないのか。三人目は、田口淳之介さんの恋人との同棲を暴露した引っ越し業者だ。アイドルとして、住所の次にバレてはいけない恋愛事情が暴露されちゃったの。そうだ。時は2012年。当時アイドルだった田口淳之介さんは、引っ越しをすることにしたのだが、それを担当した引っ越し業者の男性が、てか今、アイドルの田口淳之介の引っ越しを担当した。普通に彼女がいると紹介された、という内容を SNS に書き込んだんだ。この書き込みを見つけた田口さんのファンが、本当に引っ越しを手伝ったのか?と質問したところ、男性はすぐさま該当の投稿を削除したのだが、すでにスクショを取られまくっていて言い逃れできなくなっていたんだぜ。すぐに証拠を抑えるネット民、さすがだわ。探偵向きだよな。投稿だけでも悪質なのだが、この業者の男性は田口さんのことをこと細かに書き込み、伝票に田口様 VIP とか書いてあってどこの田口かと思ったらアイドルだった。セクシービデオが大量にあって俺はドン引きした。引っ越し先は彼女の自宅で、祝儀は一人5000円だった。ということも暴露しているんだぜ。別にセクシービデオを何本持っていようが、あんたに関係ないでしょうが。じゃあ、あんたは見ないのか。って感じよね。まあな、そこも問題だが、彼女だとされている女性はもともと交際の噂があった人であり、田口さんのファンの中には、ショックを受けた人もいたはずだ。アイドルという職業柄、そのあたりは絶対にバレてはいけないことだし、本当に田口さんは災難だったんだ。それからおよそ7年後、いけない葉っぱを持っていたとしてこの彼女と捕まっているんだけどな。ほ?
引っ越しの他にも田口さんは、百貨店で買い物をした時も従業員に暴露されている。これがまたひどい書き込みで、今日、田口さんがお買い物に来てくださったらしいんだけど、正直どうでも良すぎるね。同じグループの亀梨和也くんならよかったねって先輩と話していたら、20万円もまとめ買いをしてくださっていたらしく、貢献してくださってありがとうございました笑い。などと、嘲笑うかのような内容だったんだぜ。こんな人間が働いている百貨店で、絶対に買い物したくない。気分が悪いよな。しかも、田口さんの引っ越しと、百貨店での買い物の件は同じ年に起きたことなんだ。そのためネットでは、1年で2度もこんな目に遭って大変と同情されているんだぜ。有名税とか、そういう問題じゃないわよね。4人目は、桐生印象さんの引っ越しを暴露した引っ越し業者だ。いや、引っ越し業者のモラルどないなっとんねん。もちろん、大多数の引っ越し業者の方たちは真面目に勤務しているぞ。一部のこういう不届きな輩が、引っ越し業界の株を下げているんだ。時は2014年、人気バンドゴールデンボンバーの桐生印象さんのもとに、ファンから、翔さんの引っ越しを手伝ったという業者の書き込みを見つけたのですが、という連絡が入った。実は桐生印さんは翌日に引っ越しを予定しており、このファンにお礼を述べた後、業者に引っ越しをお願いしていたのでゾッとしました、と SNS に投稿したんだぜ。引っ越しする直前でわかったのね。結局、桐生印さんはどうしたの？依頼した業者さんが今日引っ越しってツイートしちゃったみたい。恐ろしい時代だ。今日は仕事で出払ってたんだけど、すぐに連絡して引っ越し取りやめにしました。と投稿していたので、その日に引っ越すのは中止せざるを得なかったようだ。ただ、桐生印さんは元の穏やかな性格もあってかぶち切れたりはせず、しかし有名税また上がったんだねー。これも紅白効果だろうか、笑い。そんなことになってはこれ以上頼むのもなんだかなーって感じなので、とりあえず別の業者さんにお願いするようと、至って冷静に今後についても書き込んでいた。いくら穏やかな人でも、こんなことをされては大激怒してもおかしくないのにね。桐生印さんって本当に優しいわ。桐生印さんの投稿に、芸能人たちも同情の声を上げていて、親交のある松岡充さんは、引っ越しは身内でやるに限るよとアドバイスを送っていたぞ。これ、引っ越しをすることを暴露したのも問題だけど、住所を暴露されていたら、それこそ取り返しがつかなかったものね。もう一度引っ越しすることになるよな。ちなみに、お笑いコンビアンジャッシュの渡部健さんも同様の被害に遭っていて、しかも渡部さんの場合は、引っ越してからネットに書き込まれてしまったんだ。渡部さんはこのことをバラエティ番組でブチギレながら話しており、お詫びとして、引っ越し費用を全額無料にしてもらったと明かしていたぞ。特定される恐怖も考えると、無料にされたくらいじゃ済まないと思うのですが、引っ越ししてしまった後だったので、こうしてもらうしかなかったそうだ。このように、一般人でもバイトの人のモラルの低い行動により、多くの人が迷惑を被ってしまう。特に芸能人の目撃情報だと、場合によっては相手の行動が制限されてしまったり、ファンともトラブルになってしまうこともある。もしかしたらこの動画を視聴してくださっている皆さんも、ちょっと目立ちたくなったり、仕事で有名人と関わることになるかもしれない。それでも、書き込んでしまったらどうなってしまうのかということまで考えて、書かない方がいいと判断したことは、そっと心にしまってほしいんだぜ。うんうん、心の日記帳にだけ書きましょう。霊夢、今回の話はどうだった？すべての話に共通したのが、バイトの人のモラルの低さだったわね。後で自分のしでかしたことがまずかったと気づいて謝るならまだマシだけど、桜井翔さんの暴露をした人みたいに職場からも逃げるなんてもってのほかだわ。本当に、こんなことをされたら何も信用できなくなってしまうよな。これではバイトでも企業に採用されるリスクも高くなってしまうかもしれないし、バイトテロは百害あって一利なしなので、絶対にしないでほしいんだぜ。というわけで、今回の解説はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。